ラカンチューラカンチューは、中国の元末、ミウン発の作家。三国志演技、三水太ラーヤカ伝、残党五大志演技、隋党領調芝なしなど数種の通俗白和小説の編者とされる。三世大元の人とされるが、三党東原の人ともいい、また石膏公衆の人とも言う。世帯案の弟子だというが、世帯案関係の資料の信憑性が著しく低い。 ことから疑問視されている。意味縄本、漢中は字、五箱海三人、四大記書とされる三国志演義、水古伝を変しだとされる。聖古遊覧仕様には小説数十種を変戦したとあるが、現在、ラ漢中が変者であることが確認できるのは数種である。また、同じく聖古遊覧仕様によれば、通俗小説などという俗悪なものを書いたため、 子孫三代が、推しとなったなどと悪評を立てられたという。金川カの六規模続編では、義曲を数十曲書いたが、人付き合いの悪い性格で、最後には、行方不明になってしまったと書かれている。新代の俗説では、元松の混乱時に、長島子誠に仕えたとされ、赤壁の戦いの描写は、主現章と陳友もの妖子の戦いをモデルにしていたと言われる。しかし、 彼に関する資料がとても少ないため、三国志演義は多くの講談師たちが羅漢中の名を借りて出版したという説もある。ありがとうございます。